三浦聡子と7月27日から1953年7月31日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。石川県生まれ。1905年3月、金沢第一中学校を経て、同級生の役山久吉らと共に陸軍士官学校へ合格。同級生83名から陸海軍の軍人を選んだ者が、 20名に及ぶ。1907年5月、陸士副評価を卒業。19期は、日露戦争における下級将校の不足を補うため、一般中学から大量採用された珍しいクラスである。このクラスから後に5人の大将が誕生する。三浦の卒業成績は62番、1068名。ちなみに、役山は58番。 後に大将までに登り詰める田中誠一、今村人氏川部正造たちと遜色のない優等生だった。同年12月、不評少尉に任官し、出身地である金沢第9師団所属の不評第7連帯府となる。1910年11月、不評中尉に進級。1914年には、大体副官。1917年8月には、 不評単位に進級。同日付で、金沢一中の同窓生である、鶴聖吉、上田作太郎も、不評単位に進級している。鶴と作太は、同年9月時点で、不評第七連隊中隊長を務めている。11月に、陸軍大学校を卒業した三浦も、同連隊中隊長に就任している。1920年9月時点では、参謀本部部員として、 カムチャッカ方面地理調査に赴いている。1922年8月、不評調査に進級。1924年9月頃には、不評第38連帯大隊長。1925年4月13日付で、宇垣軍縮による、不評第9連帯府となっている。1926年8月、不評中佐に進級。1927年3月、 第11師団参謀、1929年8月に参謀本部府として観光に駐在する。1931年8月、不評大佐に進級、大阪連体育司令官に就任する。1933年8月に不評第37連隊長、1935年3月に第5師団参謀長を経て、1936年3月に、 少々に進級、同日付で、法典特務機関長。1937年8月に、不評、第21旅団長に就任し、日中戦争に出征する。平型関の戦いで苦戦を強いられた。同年10月に留守第11師団司令部府。1938年7月に、第2独立守備隊司令官に就任する。同年10月に、訓二東髄法省を、 受賞、1939年3月、中条に進級。同年8月に、第9師団司令部府、大名、予備役編入となった。翌月、正四位を送られた。ちなみに、役山は、秋田府評第17連隊府を振り出しに、陸軍府評学校教官、関東軍作戦主任参謀、千葉連隊区司令官、府評第15連隊長と進み、府評、 第24両団長を最後に予備役編入となっている。ありがとうございます。